5年ぶりに制限がなくなったドンタクの開催を祝うため、博多の芸妓衆博多見番の一行は市内の企業を訪問。三味線や太鼓の演奏に合わせて祝いの舞を披露しました。晴天に恵まれた今日、ドンタク以外にも様々な催しでにぎわいました。福岡県宗像市で開かれたのはティラノサウルスレース。恐竜の着ぐるみ姿の大人と子どもたちが成獣と幼獣に分かれて全力で駆け抜けました。どうだった？楽しかった。恐竜着て走ってみてどう？意外に走りやすかった。楽しいけど暑い。暑い、超暑い。佐賀県の吉野ヶ里遺跡では去年見つかった石棺墓の特別公開が始まりました。出土したこちらの石棺、公開期間終了後には再び土に埋め戻してしまうということです。石棺墓は内部が赤く塗られていたことなどから邪馬台国時代の有力者の墓と見られています。保存のため埋め戻されることから今回が最後の特別公開です。今日はその吉野ヶ里遺跡は何を目的に？これです。石棺墓、もう二度と見れないということで朝早くから来ました。ちょっと見られなくなるのは悲しいですけど、歴史をなんかこう保存しておくのには必要なのかなと思います。えいや！小倉城では本格的な兜や甲冑を着用し侍になりきってもらおうという企画、サムライウィーク小倉城が開催されました。小倉城ではこのように実際に兜を着用することができます。想像していたより重たいです。来場者は兜や甲冑のほか陣羽織も着用し、小倉城での記念撮影を楽しんでいました。すごい重たくって、これで当時どうやって動いたのかなっていうのを想像しながら体験できました。兜の帽子をかぶったりして楽しかった。これらのイベントはいずれもゴールデンウィーク最終日の6日まで開催されます。